1962年の太陽ホエールズでは、1962年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、三原治監督の3年目のシーズンである。前年再開の雪辱を期すべく、三原監督は打線を強化して、メガトン打線と名付け、4番に桑田武史を、5番に中日から遺跡の森徹を据え、 この年入団の稲川誠が開幕からローテーションに入り、秋山昇や島田玄太郎らと、協力ローテーションを形成。それ以外にも後に2000本安打達成の松原、誠やフランシス・アグ・イリーなどが入団するなど戦力を一新したチームは、ペナント奪回に燃えるべく、開幕から勝ち続けて7月まで首位に立っていた。しかし、8月に入ると、 メガトン打線の勢いが止まり、阪神が主要奪還。その後も、阪神とマッチレースを展開し、スタメンに偵察オーダー、秋山の二日、連続完封勝利など奇襲を仕掛けるも、阪神戦以外で勝てなかったのが響き、最後は、阪神の優勝を許して2位に終わった。投手陣は秋山が26勝、新人の稲川が12勝を挙げるなど、先発陣の活躍で、 チーム防御率2.73と検討し、打撃陣もメガトン打線の活躍で、リーグ3位の100本塁打を記録したが、守備が荒くリーグ最多の110失策も V1 の原因となった。ありがとうございます。